出撃だ。よし、これからジャスティスとの最終決戦だ。みんな準備はいいか？もちろんっすよ。ここまで来たら絶対勝ちましょうね。ジョーから一言何かあるか？まさか本当にジャスティスに匹敵するところまで来れるとは正直思っていなかったです。ここまで来れたのはみんなと抜け殻みたいだった俺を叩き直してくれた桐生さんのおかげです俺が作ったジャスティスは責任を持って俺が潰す。みんな最後の戦いだ。もう少しだけ力を貸してくれ。おう、やってやろうぜバカ野郎。よっしゃ、ぶっ潰すぞこじ。おや、行きましょう桐生さん。おう、よし桐生会出撃だ。おう、おう、うわおう、おう。桐生会諸君、こんにちは。尻尾を巻いて逃げるかと思ったけど、そのバカさ加減と勇気には敬意を表するよ。岡田。さてと、じゃあさっさと桐生会に血の雨を降らせましょうか。レインメーカー、何かこいつらに言い残したいことはあります？いや、特にない。そう言うと思いましたよ。さあ桐生会の皆さん、死んでしまえ。全員小竹の飯やる。叩き潰す。桐生会の勝利だ。
よくやった、お前ら。バカな。圧倒的な戦力差があるはずなのに、なぜ。チームってのはな、頭数じゃねえんだ。チームへの思い、仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば、1たす1は2じゃねえ、100にも200にもなるんだ。そんなこともわからねえなら、それがお前の敗因だ。ジョー、そしてキリュウさん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織をここまで追い詰めたんだからな。それも自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ、カズチ君。だがな、俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかはタナから聞いたよ。お前の苦しみに気づいていられなくて本当にすまない。だけどカラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。もう一度やり直そうぜ。昔みたいに俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか、ジョー。俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流界。このレインメーカーを倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言ってわからねえやつには体で分からせるしかねえ。行くぞ。来いよ、カズチカ。負けだよ、ジョー。俺がお前に勝てたのはこれが初めてだな。そうだったか。なあカズチ君、これでジャスティスは終わったぜ。さっきの続きだ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いや、まだだ。え？俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。どういうことだ。ジャスティスが終わった？
何をバカなことを言ってるんだ、ジョー。ジャスティスは今から僕が支配する。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと？ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に見せられて入ってきたようなふわついた連中ばかりだ。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる普段は表に出ない人なんだけど、せっかくだからご紹介しよう。こちらにいらしてください、サツキさん。久しぶりだな、岡田。カズチカ、こいつは俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。あの時はすまなかったな、ちょっとやりすぎたよ。心が痛んだ。だがそのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらいだね。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人に裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。お前もしかして最初から？ああそうだよ、最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。だから裏でいろんなことを勧められたし、感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね残念だったね、レインメーカー。雨じゃなくて涙でも降らせるといいどうした、気でも狂ったのか？はめられたのはお前らの方だぜ。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだよ。何？俺はお前が仕打ちを許せなかった。絶対に復讐してやろうと誓った。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか、そこで俺は考えたんだ。お前は手下だったカラーズが潰されて報復に出てくる立場の人間。ということは、俺がカラーズのようなギャングを作ればお前は必ずすり寄ってくるはずだってな。なんだと？まさか本当に引っかかってくれるとはね。意外と脇が甘いんだな、あんた。え、じゃあ俺が裏でつながってることも知ってて。お前は最高の参謀だよ。リーダーとしては三流かもしれんがな。クソが俺は自分の手足として動いてくれる兵隊が確保できりゃそれでいいんだ。桐生さん、あんたが桐生会のリーダーだろ。あんた俺と組む気はないか？なんだと？こんなアホの孔明のジャスティスと組むより桐生会と組んだ方がメリットありそうだからな。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ？俺がそんなものに応じると思うか？だよな、そりゃそうだ。なら俺は予定通りジャスティスと組んで桐生会を潰させてもらう。邪魔なお前らを消してカムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちまう。そしてそいつらを兵隊として使って犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そんなことは絶対にさせねえ。ケツの青いガキが。大人をなめるなよ。俺の率いる裏組織サツキ会とジャスティスの連合軍で貴様らを叩き潰す。行くぞ。あっ
はい。ジョー、今まですまなかった。あいつを倒さない限り、俺たちや若い連中はずっとああいう大人に食い物にされちまう。俺は何としてもその連鎖を断ち切りたかったんだ。カズチ君、いや、俺の方こそすまなかった。お前の真意を見抜けずに、ダチ失格だな。そんなことねえよ。それに俺はジョーがジャスティスを潰すために動いてくれると信じてたんだ。え、まさか俺たちの行動もお前の予測通りだったってわけか。まあな、お前がかき回してくれれば孔明や奴もボロを出しやすくなる。だからお前をジャスティスから外して動ける状態にしたんだが。お前なんかすげえな、予知能力者か。ただこんなすげえ人が仲間につくとは想像もしてなかったけどな。キリュウさん、すみませんでした。もしよかったら俺も一緒に戦わせてください。あいつを倒さないと俺終われないんです。岡田、分かった、一緒にあいつをぶっ潰すぞ。キリュウさん、ありがとうございます。次こそが本当の最終決戦だ。気流界の総力を挙げてあいつらを叩き潰す。お前ら準備しとけよ。おう。おう。